岡本茂5月7日1980年9月30日は日本の内務官僚政治家感染県知事衆議院議員旧姓小野奈良県出身小野は名の三男として生まれ岡本佐七の養子となる1924年京都帝国大学法学部政治学科を卒業同年11月 文官高等試験行政化試験に合格。大学にさらに1年間在学し、1925年に法学部法律学科を卒業。内務省に入省し、滋賀県属となる。1927年、島根県に移り、会計、学務、書務の各課長を務める。以後、香川県警察部。 新潟県警察部の各特別高等警察課長、満州国国務院民政部総務課長、内務省社会局事務官、滋賀県書記官、警察部長、警視庁衛生部長、同保安部長、内務省計画局都市計画課長、同地方局振興課長、大阪府書記官、総務部長、同内政部長などを歴任。年月。 富山県知事に就任。富山大空襲、終戦への対応に傍殺された。1945年10月、山口県知事へ転じたが、1946年1月、公職追放となり退官した。1947年、比較境界線無理事に就任。1952年10月の第25回衆議院議員総選挙で、 奈良県全天区に自由党から出馬し当選。以後、第28回、第29回、第31回総選挙で当選し、衆議院議員を通算4期務めた。その他、第1次池田内閣の通商産業政務次官、衆議院懲罰委員長、比較産業中央会会長、比較産業協会会長、経済団体連合会理事、 自由民主党成長解消公部長などを歴任した。1980年9月30日死去。去年82。ありがとうございます。